北オホーツク同立自然公園は、北海道草野群猿佛村、江差市群浜と別町、江差し町にある自然公園。公園は、浅日の大地や富別平野の海跡小周辺、オホーツク海に突き出た岬の断崖と岩礁から構成している。海跡小のカムイト沼、モケウニ沼、ヒョウタン沼、クッチャロコの周囲には、湿原が広がっており、背後は森林になっている。 クッチャロコは日本国内最大となるコ珀町の中継地になっておりラムサール条約登録湿地となり浜トンベツクッチャロコとして国の長獣保護区に指定されているカムイト沼周辺は赤江ゾマツ、トドマツ、カンバルイからなるコンコーリン、ヒョタン沼周辺は赤江ゾマツが出現内に森林を形成しておりクッチャロコ周辺はハンノキを主体とする紅葉樹を見る ことができる。ベニヤ海岸には、ハマナスヤの花勝負、エゾカンゾウ、エゾスカシーユリなどの植物が生育しており、原生花園を形成している。また、ベニヤ原生花園には、日本国内の定地では唯一となるポドゾルが分布している。これらの地域は、起伏が小さく、北方特有の水平的な風景になっている。一方、北見山地北方の延長上にある、 北見新井岬は、オホーツク海岸沿いでは、数少ない断崖地になっており、土道末が生育している。臼台米岬には、平坦な岩礁が広がっている。ありがとうございます。